てるかな。エンジンの音がするんでグライダーではないでしょうか。翼の幅がすごく広い飛行機じゃないや。ここはつくし湖だったかな。霞ヶ浦の違ったかな。僕の記憶が正しければ霞ヶ浦の水を山をぶち抜いて筑波山の裏側まで持ってきて、ここで、水を貯めて農業用水に使うってことだったような気がします。遠くに見えてるのの山が何か分かりませんが雪を抱いてますね。山頂部分には雪が見えます。なかなか、多分人工の湖なんでしょうけど、まあ、広くて綺麗ですよね。カモちゃんたちがいますね。すごいな。よくよく見ると水辺にカモが並んでいるという。これ確か、まあ園庭って言い方なんだっけかな。ここには確か向こう側から遠くから見るとここにつくし湖って見えたと思います。こんな感じですね。なかなかすごいと思いますよ。霞ヶ浦の水を山ぶち抜いてここまで持ってこようとしたんですからね。やっぱり昔はその農業用水の確保、まあ水戦争なんていう言葉もあるぐらいですからね、農業用水の確保っていうのは非常に大切だったんだろうと思われます。こんな感じですね。あら、カモちゃんが泳ぎ始めたの。泳ぐっていうのか、カモは水の中を歩み始めた。違うね。まあこんな感じですね。さっきも飛んできたあの翼端の翼の広い飛行機ですね。エンジン音が聞こえるんで翼が広いからといってグライダーではないんでしょうけど、さっきはそこから左旋回していったと思うんですが、左旋回に入ってるね、やっぱり。これカメラはズームが効かないんで見えてるかどうかわかんないんですけど、かなりこうパッと見グライダーかって思うぐらい翼が広いですよね、長いですよね。まあでもちょっと俺にはよく、まあ、目がよく見えないんですけど、エンジンの音がするんで多分プロペラで駆動はされてると思うんですけど、同じように左旋回しましたね。これで越えていったと。尾根を越えていくのかな。でもなんで定常コースを回ってるんだろう。観測かなんかですかね。まああんまり珍しいかと思います。